はい、自作するぞツールに新しい商品が加わります。耐熱強力寝巻き糸と最強寝巻き糸です。その商品名の通り、耐熱強力寝巻き糸の方はこういった熱収縮チューブを使ってアシストフックの地元をガードする、そういう場合にご利用いただくと、いい商品ですね。で一方、この最強寝巻き糸に関してはもうその名の通りむちゃくちゃ強いです。このアシストフック寝巻き糸のために専用にあつらえた強さを持っております。私の指の色の変化見といてくださいよ。これぐらいのテンションで引いても切れないです。アシストフック向きです。組糸ではありません。寄り糸でアシストフック寝巻き専用品と思っていただいたらいいと思います。それぞれに極細から太まで4種類の太さを用意させていただいてます。通常のアシストフック、を作るんでしたら、30とか40クラスでしたら、中が1つあればことになると思いますね。それよりもっと細くなれば細、あるいはもうマイクロサイズになれば極細、太くなれば太タイプを使うというふうにしていただいたらいいと思います。万全の体制で寝巻き糸を揃えました。あともう一つ面白い付属品がついております。このブルーのパーツですね。これはエラストマー製、柔らかいエラストマー製でできております。クッとこの穴に入れるだけで、このほつれた糸の端、これをどう止めとくか今まで悩ましかったんですけど、この3つある時にクッと引っ掛けて隙間にスッと入れていただくだけ、それだけです。一回やりましょうか。引っ掛けて隙間に入れる、それだけです。もちろんボビンをセットしたままでもこれ止まりますよ。簡単に止まります。隙間にクッと入れるだけでもうほつれることがありません。いろいろもちろんいろんなメーカーさんのものに大抵合いますし、こういう組糸寝巻き糸だけじゃなくて、こういうフライフィッシング用のシルクのフロスと言われるようなばらけやすいものも止まります。こういうフラットのティンセル、金属製のティンセルと言われるものも止まります。非常に便利なものだと思います。まあ、合わせて活用いただければと思いますね。よろしくお願いします。